今ご覧いただいているのは、一時ネットで大きな話題を呼んだ写真です。ペリカンが口を開けて頭を後ろに引くと、中から骨のような何かが飛び出すのが見えますよね。Facebook でなんと3700回も共有された投稿には、こうした行動をするのはとても暑い時に背骨を口の外に出し、冷やしているのだと説明していましたが、果たして事実なのでしょうか。これについて鳥類学博士のケイリー氏は、鳥が背骨を外に出すのは不可能で、鳥も体を冷やすときは犬のように浅くて短い呼吸、パンティングをします。ですからペリカンがこのような行動をとるのは、食後や気分がいい時にするストレッチだと言えるでしょう。と、ペリカンの背骨がなぜこのように飛び出すかについて説明しています。口を大きく開けると、頭が後ろに反り返って背骨が飛び出し、自由自在に伸びる喉袋が口の内側にひっくり返るんですよね。この喉袋はとてもよく伸びる皮膚でできていて、この行動をする合間にも風船のように喉袋を伸縮させることができると言います。ペリカンはじっとしていると他の鳥と変わらないように見えますが、餌を食べたりストレッチするときは喉袋がものすごい大きさに広がるんですよね。これがどれくらい大きいかというと、ペリカンの胃よりも多くの食べ物を入れることができ、水が最大13リットルまで入るため、ペリカンはそれを利用して賢い方法で狩りをします。餌を水と一緒に丸飲みして、水だけ吐き出すヒゲクジラやフラミンゴと似たような方法で狩りをするんですが、ペリカンはよく伸びる喉袋に魚を入れた後、くちばしの間から水だけを吐き出し、袋の中にある魚を丸飲みにするんです。まるで私たちが網を使って魚を捕るのと似たような方法ですよね。映像を見ると、喉袋に入っている魚がピチピチ跳ねていて脱出できそうだと思ったりもしますが、ペリカンのくちばしの先は鍵のようになっており、飲み込まれた餌が再び外に出てくるのは難しそうです。このような方法でペリカンは主に魚を食べますが、たまに想像もできないものまで飲み込むと言います。ペリカンは自分の喉袋にたくさん入れられることを知っているのか、目についたものをまず飲み込んでみる雑食性を備えており、襟好みせずに飲み込もうとするんですよね。特にこの映像は多くの人に衝撃と恐怖を与えた映像で、公園にいるペリカンが近くにいる鳩を丸飲みにしているのが見て取れます。ペリカンは鳩だけでなく、ガン、ウサギ、カメ、カモなど小さな動物は何でも食べるんだとか。しかしペリカンの大食いはこれだけにとどまりません。一体どんな自信があるのかわかりませんが、自分よりもはるかに大きいカピバラ、猫、犬、クマ、カンガルー、さらには人まで、とりあえず口に入れてみようと、くちばしを閉じる姿がカメラに撮られたりもしています。幸い人に対して危険なほど強くはなく、餌を丸飲みする習性があるため、人を攻撃することはあまりありません。そのため動物園でも自由に放し飼いされていると言います。でも乳幼児を連れて動物園に行かれる場合は、万が一の事態に注意しないといけません。今日は大きな喉袋を使って世界で最もユニークなストレッチをするペリカンについてご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。